元3階級制覇王者の長谷川穂積氏は井上尚弥と対談を行ったことがあります。対談した時期はファン・カルロス・ファヤノを瞬殺した後のこと。 WBSS で井上尚弥は大きく評価を上げましたよね。ファヤノ戦の後はエマヌエル・ロドリゲスと準決勝を戦ったのですが、見事 TKO 勝利を収めて8戦連続 KO 勝利としました。ドネアにも勝利して WBSS 優勝を飾った井上と親交の深い長谷川が対談をしたのです。試合前に夢は見ると長谷川が尋ねると井上はかなり見ます、負ける夢も勝つ夢もと答えます。多くのボクサーとは違い、井上はワクワクして眠りにつくと言っています。試合が楽しみで楽しみで仕方がなく、なんと小学校の遠足に行く前の日みたいな感覚で過ごしているんだとか。一般的なボクサーは恐怖で寝つけないことも多く、偉大な王者長谷川にしても恐怖を感じていたといいます。ですから井上のメンタルは一般的には考えられないことなのです。ハードな練習を妥協せずにこなしているからこそ自信があるのでしょうが、遠足に行く前の日という感覚は考えられませんよね。井上は寝る前にイメージトレーニングをしており、相手に自分のパンチが当たらない、パンチをもらうといった想像をしながら眠りにつくそうです。なぜそのようなイメージをするのかというと、自分を油断させないためです。もし相手にパンチが当たらなかった場合に、自分が焦らないようにするためだそうです。しかしながら今までそのような窮地に陥ったことはありませんよね。それも普段のイメージトレーニングのおかげで切り替えができていると言っていいでしょうね。長谷川は夢を見た日の朝、負ける夢の時は夢で良かったと思うが、勝った時の夢だったらショックだと言っています。それぐらいボクサーの精神は極限に追い込まれているのです。ですから長谷川は井上の思考に終始驚いていました。それに加えて井上の技術に脱帽していて、ずるいと発言しています。井上がスパーリングをしている動画を見た長谷川が、パンチとテクニックがある選手で避けるのがうまいってずるいよと言ったのです。井上が韓国に遠征に行った時に現地のボクサーとスパーする映像がありますが、格が違いすぎて相手が心配になるレベルです。井上とのスパーを嫌がるランカーも多いのは、井上のスパー動画や評判を聞いてやりたくないと思うのでしょう。長谷川も名チャンピオンですから、そのような人物にずるいと言われることは名誉なことです。そんな井上は日々進化中です。下半身で打つことを大事にしており、重心を下げる練習をひたすら繰り返していたんだとか。そのようなボクシングをしていたならば倒せないボクシングになっていたと井上は語っており、それを聞いた長谷川は井上のことをメイウェザーみたいになるやろうなと発言しています。井上が25歳の時に対談しているのですが、その時長谷川はすでに引退しています。河野康平選手ではなく長谷川が相手だったら非常に興味深いカードでしたよね。一体どうなっていたのか、夢のようなカードです。もし試合をしたならば、長谷川はこう発言しています。スピードと手数で4ラウンドまでポイント取って、あとは逃げ切る、来るからねと。対する井上は、1ラウンドは見切るまでしっかり様子を見る、リングに立ってみないとわからないところがある。2人が対戦のことを想像して語っているだけでも胸が熱くなりますね。長谷川は井上と対戦したかったようですから、タイミングが合えば実現していただけに悔やまれます。おそらく多くのファンは井上が勝つと予想するでしょうが、長谷川のボクシングも洗練されています。どうなるかは戦ってみないとわからないもの、それはボクサーが一番わかっています。井上はいとも簡単に相手を仕留めますが、唯一ドネアには苦戦を強いられました。普段から打たれないようにトレーニングをしていますが、それでも打たれるときは打たれる、いくら反復練習をしていようがやられるときはやられるのです。父親の慎吾氏は息子がパンチをもらってもいいという感情すら見抜くようで、そのようなときにはかなり怒るようです。打たれてしまうとボクシングを引退した後の人生にも響きますから、その感情は息子への愛なのでしょう。自分のスタイルを貫いてもお客さんは楽しんでくれるよ、そう息子に伝えているんだとか。現在井上は日本ボクシング界を代表するボクサー、いや日本の歴史上一番のボクサーだと言われています。プロに転向する前からボクシング界の底上げをしたいと考えており、ボクシングをする人口が増えることを望んでいるようです。井上がプロになるときに所属ジムに出した条件が、マッチメイクは強い相手でお願いしますというものですが、その言葉を発した理由について井上は、自分がプロ転向するときのプロボクシング界が好きじゃなかった、
と語っています。今でこそボクシングのプロモーターをしている人物しかり、本当に強い相手を選んでいないと井上は感じていたのでしょう。当時のプロボクシング界に疑問を持っていたのです。井上は、自分はそうじゃないと思ったし、やっぱりボクシングっていうのは真剣勝負、どっちが勝つかわからない試合をするからお客さんが熱くなる。辰吉さんだったり畠山さんだったり、あの沸かした時代を取り戻したいのがあった。パフォーマンスで客を引きつけるんじゃない、見に来てくれたお客さんであふれ返したかったと語っています。プロフェッショナルとはという質問に対しては、自分の極めた決めた道でその力を見せる、力だけを見せる、ボクシングだけで見せると語りました。男も惚れるチャンピオンです。本当のボクシングファンが求めている姿が井上尚弥だと言っていいでしょう。 WBSS の時、長谷川は相手が弱いみたいやけど、井上は2つくらい抜けていると思う。どれだけインパクトを与える試合をしてくれるか楽しみ。バンタムに敵がいなくなったら階級を上げたらいいんじゃないと発していましたが、とうとう井上がスーパーバンタムに上げる時が近づいてきましたね。インパクトの強い試合が多く、海外のボクサーも井上を一目置いています。まさか日本人でここまで強いボクサーが現れるとは思いもしませんでしたから、井上には行けるところまで行ってほしいですね。先にはどんな景色があるのかなって、そこに興味があるくらいです。淡々と話す井上ですが、英語を話せるようになりたいと長谷川に話しました。それに対して、僕の方が勝ってる、卓球も負けないと答えた長谷川だったのですが、どうやら井上は卓球も得意で、いとこが国体に選ばれるぐらいレベルの高い選手だったようです。怪物のいとこも怪物ですね。そして井上が英語を話せるようになったら嫉妬の嵐でしょうね。ボクシングといえば己との戦いですが、家庭を持っている選手は違います。奥さんも旦那を支えていますよね。長谷川は試合が決まって減量するとき、奥さんも一緒に減量していました。奥さんは、私も一緒に戦っているという気持ちを持って過ごしていたのです。そんな長谷川は井上に、オンもオフも夫婦仲良くという助言をしています。家族との絆を大切にして生活することが一番大切だということです。井上には子供もいますし、子供がいたからこそドネアとの一戦目で耐えることができたとも話していましたね。井上は奥さんと結婚して強くなり、子供ができてさらに強くなっているのです。井上は当時元 WBA 世界バンタム級スーパー王者で、 KO 負けなしの強敵パヤノ相手にわずか4発で KO 勝ちを収めた時、解説にいた長谷川は一言も喋らずに帰ったと言っていました。井上はテレビ泣かせですよね。テレビ側からすれば少し多めに尺を取っているのでしょうが、まさか秒殺で井上が勝つとは考えもしないでしょうから、見ているファンは大興奮ですが、テレビサイドは冷や汗をかいていたかもしれませんね。山中伸介も長谷川と一緒に解説していましたが、口が開きっぱなしだったでしょう。パヤノは井上との試合後、見ての通り井上は大変速くて強いパンチを持っていた。油断したわけではないが、パンチが入った、あれは見えなかった。作戦というほどではないが、とにかく距離を取ってパンチが届かない距離で戦おうと思っていた。油断はしてなかったが、そう話していました。この試合が終わってから長谷川は強い、全部が総合点以上ある、10点満点で言えば9点以上、パンチ力、テクニック、スピード、冷静さ、勇気、これら全部を持っているボクサーが強いけど、井上は平均点が9点以上、本当に強い、圧倒的、強すぎるから逆に負けるところが見たいという人も増えてくると思う。メイウェザーもその一人で、決してそのボクサーが憎いわけじゃないけど、負けるところを見たい、そう思う人もいるだろう。長谷川の意見に同意する人も間違いなくいますよね。しかし私は井上の敗北の姿を見たくありません。彼がどの階級まで通じるのかに興味がありますね。井上とメイウェザーが戦ったらどっちが勝つのかというありえない話がされたことがあります。実際アメリカフォーラムで議論がなされたぐらいです。その議論の中では、井上の方が攻撃的といった声や、メイウェザーがでかすぎるといった声が上がっています。井上はまだ27歳だ。彼の方が攻撃的なファイターだし、もし井上がウェルター級で戦うなら勝つ。那須川天心には勝てたかもしれないけど、井上はエリートボクサーだぞ。井上は最もアグレッシブなファイターだけど、
ディフェンス力もあるからなかなか当たらないぞといった井上推しのファンもアメリカにはたくさんいるようです。ただ間違いなく非現実な話ですし、ありえない話ではあるのですが、メイウェザーと比べられるぐらい井上の評価は高まっているということです。あの長谷川が井上のことをベタ褒めしているということが全てを物語っています。